数年前に卒業したフィラデルフィアの高等学校。明日訪れるアメリカ、実は高校時代に留学した思い出の場所でした。Welcome to American School. アメリカ、フィラデルフィアの高校。マキコさん、高校の時に留学していました。40, 1961, 1962, 1963. This is her class. 卒業アルバムです。マキコさん、18歳の頃です。自分の性格について英語で書かれていました。物静かで思いやりのある人。脇には好きな言葉。これは絵本くまのプーさんの一節です。あなた自身を思い出してごらん。他の人々に対する少しの配慮と思いやりが全てを変えるのです。この図書館は大臣が留学していた40年近く前と全く変わっていません。そして大臣はこの席に座って勉強することが好きだったようです。将来の自分のことを考えていたんでしょうか。図書館で本を読むのが好きだった牧子さん、訪米中に思い出の高校も訪れる予定だそうです。ちなみに自分で書いた本には牧子さんのこんな一面が記されています。憧れのドロン様、何を隠そうアラン・ドロンこそ私の憧れ、青春の思い出、いやおばんになった現在でもあの声にしびれ、あの瞳に心奪われ。